はい、皆さん、ま、いどまいど。成功に気策なし。これはね、アメリカの営業マンね、自動車をね、毎日6台ね、何年続けて売り続けたんだろうね。そんで、ギネス入りした人の言葉なんだけど、まあ、当時の環境、車社会だからね、アメリカはね、まあ、成功に気策なしってことは、当たり前のことは当たり前にやる。値段相応の仕事をやるってことだよね。高料金取る人は、やっぱりそれなりの接客とね、それなりの仕事をして、エクサス並みのね、料金をいただくと。では、自分なんかはね、普通のね、 チャランプランな仕事してっかね。まあ普通の料金になっちゃうよね。このね、アメリカの人だと思うんでね、ジョージ・ラートっていう人はね、営業は太ってはいけない。じゃあ痩せてでは売れるかって美容師の場合はちょっとね、自分なんか腹が出てるぐらいでそれほど太ってる方じゃないけどね、じゃあ売り上げバンバン上がるかっ,ったらそうでもねえんだよね。それこそ自分より太っている気味の人の方が売り上,上げ上げてんじゃねえのって思うよね。だから、 これを太ってはいけないはアメリカの考えだよね。日本人の感覚で日本人の太ってるっていうのはアメリカ人で言ったら普通みたいね。で、アメリカ人の太ってるっていうのは本当にスーパーヘビー級でハワイ出身の力士とかいたよね。あのぐらい太ってるのを太ってるっていうんじゃないの で、このね、鉄人的な営業マンが言うにはね、売り上げにならない仕事を減らしてね、売り上げになる仕事を増やせと。だから、儲かんない仕事はやるなと。だから、訪問カットね、シャンプーしないよね、当然ね。で、掃除はしなきゃいけないでしょんで3000ぐらいで4000ぐらい遊んでるよりはいいだろうっていく ほんで、ね、やっぱり儲かんない仕事で忙しい時に呼ばれたなんかしたらもうめんどくさい疲れてる時とかねだからきれいごと言ってねだって来れないじゃないだってシャンプーしないじゃない掃除ぐらい簡単じゃないなんて最初女の人なんかそうやって簡単に言うんだよねそれがもうめんどくさいっつうのよ後になってだから訪問美容は本当にね1万円もらわないとね損だよね ま、なんでもそうだけどね、出張費っていうのはね、もうほんと最低8000円ぐらいすぐ取られるからね。やっぱそれを美容業で乗っけないっていうのはほんとお人よし、人がいいのを利用されてるだけだよね。あと売り上げにならない仕事って何よシャンプーなんかそうなんじゃねえのあれ売り上げにならないよね。ロングで長い髪切ってさ、それ乾かすのもセットになってるわけでしょカットより手間かかるからね。ああいう仕事やっぱり減らすべきじゃないかなと思うんだよね。でも暇だから、 カットしたついでにシャンプーして売り上げ上げるんだなんて言うけどね。どうかなとも自分はシャンプーしないでカットだけでそこそこの値段取っちまった方が儲かるような気がするんだよね。シャンプー外したら売り上げ落っこっちゃって。 ああ、まあ、いす、そういう考えもあるけどね。忙しい時なんかほんとシャンプーしないで次から次切っちまったトが、まあ、効率いいもんなヘアマニキやミルボンのさ、ルドレス使ってっけどね。あれはシャンプー簡単だね。パーマの湯すぎぐらい簡単だね。本当にね、シャンプーに関しては科学的に綺麗になればいいだけであってね。アシスタント美容師がね、手抜きでさ、指が入ってねえっつうのをなんか擦ってねーみたいな。ミミズがのたくってるみたいなシャンプーじゃね。これ問題だけどね。だけど金になんない仕事は減らした方がいいね。はい、お疲れ様でした。